俺の名前は池田龍。漫画とゲームを愛してやまない陰キャな17歳だ。わあ、そろそろ寝るか。あ、なんだ今の音。ベッドの下に誰かいる。もしかして泥棒なんじゃ。とりあえず物音を立てないようにそっとそっと。ああ、ちらっと見えたが、あの髪の毛絶対に花だ。それにしてもどうしてベッドの下なんかに。お兄ちゃんのベッド、お兄ちゃんの匂いがする。あー、こんなのやばすぎだよ。あれ、なんかトリップしてらっしゃる。にしてもお兄ちゃんってばマジ鈍感すぎ。ちっとも気づいてないみたい。私の潜入技術はスネーク並みね。いや、バレバレだから。ゲームだったら今頃アラート鳴りまくってるから。うむ、とりあえず一旦スルーしよう。見つけちゃうのもなんだか不憫だし。それにしてもあの花がどうしてこんなことを。状況を整理するため、まずはここ最近のことを思い出してみよう。数日前。ただいまって、おい、何やってんだ。見てわかんない、ゲームしてるに決まってるじゃん。じゃなくて、お前風呂上がったばっかだろ、まだ髪濡れてる。は？だから何よ。ゲームするならちゃんと髪乾かしてからにしろって。風邪ひいても知らないぞ。はあ、もううっさいな。兄貴面しないでよね。な、こっちは心配してやってんだぞ。そういうとこマジで鬱陶しいし。うお、新アイテムゲット。ほんと可愛くない。昔はあんな素直だったのに。加藤花、こいつは俺の妹だ。と言っても本当の妹じゃない。5年前、両親の再婚で俺たちは兄弟になった。おい、いつまで自分の部屋に閉じこもってんだ。パパもママも心配してるぞ。だっていきなり知らない人と一緒に住むとか無理。たくしゃあねえな。じゃあこいつを貸してやる。え？ゲームするぞ。対戦プレイな。言っとくけど俺かなり強いから。全国大会で優勝したことあるし。ずるい、そんなの勝てっこない。勝ち負けなんてどうでもいいって。ほら、一緒に遊べばもう知らない人じゃないだろ。俺とお前は友達だ。うん、そうだね。あの頃はたまにお兄ちゃんって呼んでくれてたのにな。それが今じゃ。ゲームの邪魔、うざいからどっか行って。へいへい。その翌日。昨日のトキスク見た？めっちゃおもろかったな。まさか主人公が筋トレしながら愛を叫ぶとは思わなかったよ。それな。この陽キャっぽいやつは天心蘭。中学からずっとクラスが一緒の腐れ縁だ。俺にとっては漫画の話ができる貴重な存在。あれ、どないしたんやろ。何が？ほら、廊下の向こう、なんか騒いでへん？そう言われてみれば。ずっと好きでした。俺と付き合ってください。お、すごい。加藤さん、これで今月何度目？こんなとこで告白かよ。あいつ勇気あんな。って、花かよ。相変わらずすごいモテっぷり。家じゃいつもだらしなくゲームしてるくせに、学校ではまるで別人。スポーツも運動もできる完璧超人で、1年のくせにファンクラブまである学園のマドンナ。それがもう一人の花だ。ま、顔だけはいいからな。顔だけは全然可愛くないけど。今は誰とも付き合う気ないの。こういうの迷惑なんだけど。そこをなんとか。俺真剣なんだ。しつこい。お断りだし、どっか行って。そんな。あーちゃー、振られてもうたな。ひでえな。他に断り方ってもんがあるだろうに。そんなん言うてええの？お兄ちゃんとしては内心複雑なんやない？この子の。はあ、まさか。両親が夫婦別姓というのもあり、俺たちが兄弟だと知るやつは少ない。付き合いの長い蘭は例外だ。花はあくまでただの妹。そういう目で見たことないって。ふーん、じゃあ花ちゃんが誰かと付き合うてもええの？当たり前だろ、俺には関係ないし。そのはずなのに、なんか少しだけモヤっとするな。あの二人また私の前でイチャイチャして許せない。とまあ、
ここまでが最近あった出来事なのだが、うん、どれだけ考えてもさっぱりわからん。花のやつ、一体何を考えてんだか。お兄ちゃんが私の上に座ってるよ。たまんない。とりあえず寝たふりするか。ほっとけば満足してそのうち出ていくだろう。ところが10分後。もしもし、起きてたら返事してください。むしむし、面倒事はごめんだ。もう寝ちゃったんだ。お兄ちゃんってば警戒心なさすぎ。そんなんじゃ悪いオオカミさんに食べられちゃうよ。じゃあ失礼してっと。なんで入ってくるんだ。すごい、お兄ちゃんの匂い、さっきより強くなった。え、俺ってそんなに匂うの。ちょっとショックなんだが。って今はそれどころじゃ。あー、大好き、食べちゃいたい。え、髪の毛もサラサラ。やっぱりいい匂い。じゃあどうして俺抱きつかれてんの。っていけない、堪能するのはこれくらいにして、私の匂いもつけとかないと。そんなスリスリしないで。そして1時間後。ふぅ、満足満足、今日はいい夢が見られそう。もてあそばれちゃったよ、もう嫁に行けない、しくしく。はぁ、マジで花のやつ何だったんだ。というか、あいつが俺のことを好き、きっと何かの冗談だよな。もしかしてこっちが気づいてるって知っててからかってたとか。考えれば考えるほどわからないことばかり。結局この日は一睡もできなかった。しかもその翌日、同じように花はベッドに忍び込んできた。お兄ちゃんってばほんとちょろい、全然気づいてないなんて。誰がちょろいだ、気づいてるってのは。こうなったら、もしかして起きちゃいそうとか。どうしようって。なんだ、やっぱり寝てるじゃん。まあ驚かさないでよね、この子の。いた、やめろ、地味に痛いと。危ない危ない、あんまり遊んでると本当に起きちゃう。やった、ちょっと失礼。うーん、腕枕最高、これ一度やってみたかったんだよね。やりたい放題だな、おい。我が妹ながらなんて恐ろしいやつ。はあ、このフィット感マジでやばい、なんか癖になるかも。これからは毎日やってもらおうかな。え、毎日？マジで？それからというもの、本当に花は毎晩やってくるようになってしまい、数日後。うひぃ、添い寝しながらゲームするのはマジで快適すぎ。コーラとポテチないのが残念だけど。家か！いや、家だけどさ。また別の日には。お兄ちゃんの寝顔、かわいすぎ。やっぱり食べちゃいたい。こいつまたそんなこと言って。本当によく寝てるな。はあ、完全に起きるタイミング逃しちまった。今さら気づいてるなんて言えないよな。のんきな寝顔、きっと私の心配なんて気にもしてないんだろうね。あ、また今日もイチャイチャしてた。あんなの許せないよ。はい、イチャイチャ。お兄ちゃんは昔から私だけのものなんだから、他の女には絶対渡さない。じゃあ一体誰のこと言ってんだ。誰かに取られるくらいならいっそ私が。あれ、なんだか様子がおかしいような。ああ、やばい、もう我慢できないよ。キスしちゃってもいいよね。行くよ、お兄ちゃん。それはダメだって。花の気持ちは嬉しいけど、俺たちただの兄弟で。え、あ、しまった。あんた、まさか起きてたわけ？一体いつから？最初から。ははそれって今日の？いや、その1週間前から。本当に最初の最初じゃない。すまん、なんかバレてないって思ってたみたいだったから言い出せなくて。
信じられない。それでお前俺のこと勘違いしないでよね。あんたのことなんか別に何とも思ってないんだからね。添い寝してたのだって寝ぼけて抱き枕と間違えただけなんだからね。私が言ったこと全部忘れなさいよね。いやツンデレにも程があるだろ。でもたまには腕枕して、うわあ、もう自分のお部屋帰る。あ、ちょっと花って言っちゃったか。それからというもの花とはすっかり気まずくなってしまった。なあちょっと醤油取ってくれない？ふん。な花ってば。ふん。主はひどいんじゃない？俺のことそんな嫌いかよ。ほら邪魔だからそっち置いといて。おサンキュー。はあ？言っとくけど別に取ってあげたわけじゃないから、そこんとこ勘違いしないで。わかったって。たくずっとこんな調子だもんな。その次の日、はあ、どうやって花と接すりゃいいんだ。このままじゃ良くないって分かってるけど、本題切り出そうとすると逃げられちゃうんだよな。あ、どうした？やけに元気ないな。いや、実はカクカクしかじかでさ。あーちゃー、それってうちが花ちゃんにやきもち焼かせたってことや。ずいぶん迷惑かけたみたいですまんな。いやいや、俺たちただの友達だろ。ランのことそんな風に勘違いするなんてありえないって。考えすぎでしょ。それはそれでうちに失礼やで。そうか、けど俺一体どうしたらいいんだろうな。何言うとるん、もっとしっかりしや。あいだ、何するんだよ。リュウ君は花ちゃんのお兄ちゃんなんやろ。だったらこんなことでうじうじしとらんと、もっと他にやることあるやろ。ラン、うん、そうだよな、その通りだ。俺はあいつの兄貴なんだから。待ってろよ、花。その日の夜、俺は花と改めて話をすることにした。連絡によれば、両親の帰りは遅いらしいので、絶好のシチュエーションだ。で、何を話って、そんな大事なこと？ああ、俺、どうしても花に伝えたいことがあるんだよ。ふーん、そうなんだ。まあ、ちょっとくらいなら聞いてあげてもいいけど。俺たちさ、最近ずっとギクシャクしてるよな。それがもう耐えられないっていうか。そんなのこっちも一緒だし。だからさ、俺真剣に考えたんだ。どうすれば本当の俺たちらしくいれるかって。まさかこれって。俺、花と。はあ、教えて、お兄ちゃんの気持ち。花とゲームがしたい。はい、喜んで。って、あれ？ゲーム？昔、喧嘩した時はよくゲームで白黒つけてたよな。で、負けた方は勝った方の命令を何でも一つだけ聞く。今回もそれでどうだ？いや、どうって言われても私てっきり。お？なんでもないし。で、どうする？まさか逃げたりしないよな。ふん、上等。どうなっても知らないから。望むところだ。前と一緒でソフトはストリートラバーズ。それでいいよな。もちろん。言っとくけど私って強いよ。あんたに勝てるようにいっぱい特訓したんだから。ふっ、兄より勝る妹なんていない。それから数分後、決戦の火蓋は切られた。くらえ、烈風剣。なんの、スターシャイニングフェザー。なに、ここで使ってくるのかよ。まだまだ必殺技ゲージ残ってるんだからね。くんねんね。えい、やった、決まった。すっかり生意気になったと思ってたけど、こういうとこは昔と変わらないんだな。ああ、やっぱこいつと遊ぶのって好きかも。よし、ここからコンボ決めるわよ。それハメ技。そして勝負の結果はというと、しゃあ俺の勝ち。くぬ、まさか逆転されるなんて。どうよ、元ジャンプなめんな。それって小学生の頃の話じゃん。うん。じゃあ早速命令を伝えるぞ。ふん、どうせもう部屋に入ってくるなとかでしょ。分かってるんだから。え、俺は。遠慮しなくていいわよ。夜な夜なベッドの下に潜んでる妹なんて気味悪いものね。いや、だから。けど仕方ないじゃん。不安だったんだもん。高校に入った途端あんた急に冷たくなるし、他の女の子とは仲良さそうにしてるしさ。
だから誰だよそれ。ごまかさないでよ。知ってるんだからね、たこ焼きのこと。すっごく仲良しじゃん。な、マジでランのこと？いや、あいつはただの友達で。ひどいよ。せっかくあんたのために頑張って綺麗になったのに。は？それってどういう。ほら、よくベッド下にギャル系の雑誌隠してたでしょ。だからそういうのが好きなのかなって。それ中学の頃だよな。そんな前からベッド下に。だってあんたのこと何でも知りたかったんだもん。私、兄弟になった時からずっとあんたのこと、お兄ちゃんのことが好き。でも急に遊びに誘ってくれなくなって、それが悔しくてついきつい態度取っちゃった。ごめんなさい。いや、それは女友達と遊ぶ方が花のためかなって思ったからで。こっちこそ悪い。そうだったんだ。でもまあいいや。嫌いだよね、こんな可愛くない女。白黒つけたいんでしょ。いいよ、さっさと振ってよ。はあ、たく、誰がそんなもったいないことするかよ。え？俺の命令、いや、お願いはこれ。花が好きだ。俺と付き合ってほしい。本当に？花のことずっと妹として大切に思ってたけど、それだけじゃなかったんだ。俺、女の子としても花が好きだ。嬉しい、嬉しいよ。じゃ、泣くことないだろ、大げさすぎだって。だってずっと好きだったんだもん、花。はぁ、もう好き、大好き。お兄ちゃん、キスしよ。だからそれは早いって。こうして義理の兄弟から恋人にクラスチェンジした俺たち、そのことはすっかり全校中に知れ渡ってしまい、妹だけでなく兄の俺まで有名人になってしまった。ちなみにあれから誤解はきちんと解けて、花と蘭はとっても仲良しに、彼氏としては少し寂しいくらいだ。ねえねえ、池田くんと加藤さんって兄弟なんだよね。うん、そうだけど。家じゃどんななのか教えてよ。そうだ、一緒にお昼しよう。いいねそれ。え、そんな勝手に。また女の子とイチャイチャして。お兄ちゃんは私だけの恋人なんだからね。分かってるから離れろ。いやー、青春やな。まるで 2P カラーかってくらいの変わりように戸惑うばかり。とはいえ、ベッド下から始まる恋というのも悪くないものだ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると